皆さん、こんにちは。ヤマハの牧野です。YCNE ベーシック講座第6回です。第6回のテーマは、ランスイッチの機能です。では、早速始めさせていただきます。今回の動画では、ランスイッチの機能の中から、V ラン、ループについて解説いたします。また、 講義の最後には習得度合いの確認のために問題をご用意しています。では VLAN から解説いたします。VLAN とは物理的な接続形態とは独立して仮想的な LAN セグメントを作る技術のことです。スイッチ内部で論理的に LAN セグメントを分割するために使用します。 VLAN には3つ特徴があります。1つ目は、ブロードキャストドメインを分割します。VLAN を使用すると、同じ VLAN に割り当てられているポート間だけでフレームを転送することになるため、ブロードキャストドメインを分割することができます。2つ目は、物理的な配置に関係なく、セグメント化できます。 VLAN は複数のスイッチングハブにまたがって設定することができます。これにより複数のフロアにまたがった一つの大きなネットワークを部署単位でネットワークを分割する、分割して運用できます。VLAN により物理的な配置に関係なくセグメント化できます。三つ目はセキュリティの向上です。VLAN はネットワークを分割しデ、データが転送される範囲を限定します。 分割されたネットワーク同士は接続されていないため、データが転送されることはありません。このことからセキュリティが向上します。例えば、マルウェア感染など、VLAN でネットワークを分割しておくことで拡大を防ぐことが可能です。次に、アクセス VLAN について説明します。アクセス VLAN は、 ポート VLAN、ポートベース VLAN のことで、一つのポートに一つ VLAN を設定します。物理ポートごとに VLAN を切り分けるアクセス VLAN では、どの物理ポートにパソコンをつなげば、どの VLAN に所属するかシンプルで分かりやすいのが特徴です。一つの VLAN だけに所属するポートのことをアクセスポートと呼びます。 アクセス VLAN の設定について説明します。アクセス VLAN は LAN スイッチのポートに10番、20番などの番号、VLANID を設定してグループ分けします。LAN スイッチの仕様により異なりますが、64個や1024個など複数設定することができます。一般に初期状態では VLANID1 番が すべてのポートに設定されています。このため何も設定しなければすべてのポート間で通信できます。次にタグ VLAN について説明します。タグ VLAN はデータにそのデータが所属する情報、タグを付与して制御する側はそのタグを見て所属を判断します。 タグ VLAN を使用するポートはフレームを転送するときにタグという VLANID を付与しますタグ VLAN は一つのポートに複数の VLAN を設定することが可能で一つのポートに複数の VLAN が設定可能なポートのことをトランクポートと呼びますアクセス VLAN では各スイッチで収容する VLAN の数が増えたりスイッチの台数が増えたりすると ケーブルの接続が複雑になり、スイッチのポートを多数消費してしまう問題がありますが複数の VLAN を1つのポートで設定できるタグ VLAN では軽減することができます次にタグ VLAN の仕組みについて説明しますパソコン A とサーバーが VLAN10 にパソコン B とサーバー B が VLAN20 番に所属している構成を 例に説明します。パソコン A からサーバー A にデータを送信する場合、パソコン A からフレームはタグ V n を使っているポートからタグ10番を付与され送信されます。受信側の LAN スイッチは、フレームのタグ10番を見てサーバー A だけにフレームを転送します。パソコン B からのフレームは、 タグ20番をつけけて送信信されるため、サーバーバ B だけ通信できます。この時 VLAN の番号10番と20番の間では通信できないためパソコン A とサーバー B パソコン B とサーバー A では通信できませんループについて説明しますネットワークにおけるループとは ネットワーク配線がループになっている状態を指します。代表的なループは2台のスイッチングハブが2本の LAN ケーブルで接続されている状態のことです。この場合、通信を行うとループ内にデータが転送され続けます。ループはハブ1台で作り出すことも可能です。通常、LAN ケーブルは ハブとパソコンをはじめとする端末を結びますが、コネクター形状は同じため、両端を同じハブに接続することもできます。この状態で通信を行うと、データ転送のループになります。データの転送が無限に続き、待機を即座に埋め尽くしてしまい、ネットワーク全体がダウンします。ループの検出には、 独自フレームを送信することで検出できます。自身が送信したフレームが戻ってきたら、ループしていると判断する方式です。ループしていると判断した場合、片方のポートでフレームを中継するのを止めれば、ループを解消できます。他のスイッチで発生したループを検出した場合も、検出したポートを一時的にシャットダウンすることで、 影響を受けないようにすることができます。一定時間後にポートをアップして、ループが解消していれば通信を再開することができます。今回は、LAN スイッチの機能である VLAN とループについてご説明しました。今回説明しました内容の理解度を確認するための問題をご用意しています。 今回は A から F の中で正しいものをすべて選ぶ問題です。順番に見ていきましょう。A。VLAN とは物理的な接続性形態とは独立して仮想的な LAN セグメントを作る技術である。B。VLAN はブロードキャストドメインを分割しない。C。アクセスポートは複数の VLANID を設定できる。 D. タグ VLAN を利用するポートではフレームを送信するときにタグと呼ばれる VLAN 番号を付与する。E. フレームが発、ループが発生してもループを検出した装置以外の通信には影響しない。F. ループした場合、送信した LDF の戻りを検出し、検出したポートをシャットダウンすることで回避できる。 いかがでしょうかでは回答を確認しましょう。説明文として正しいのは、A、VLAN とは物理的な接続性形態とは独立して、仮想的な LAN セグメントを作る技術である。D、タグ VLAN を利用するポートでは、フレームを送信するときに、タグと呼ばれる VLAN 番号を付与する。 F、ループした場合、送信した LDF の戻りを検出し、検出したポートをシャットダウンすることで回避できるの3つです。VLAN はブロードキャストドメインを分割するため、B は正しい説明文ではありません。アクセスポートには1つの VLAN のみ設定可能なため、C は正しい説明文ではありません。 ループが発生した場合、ループを検出した装置だけでなく、接続されている他の基金の通信に影響することがあるため、E は正しい説明ではありません。今回はンスイッチの機能について説明しました。第6回の講座は以上になります。ご清聴ありがとうございました。